どうも、デンです。今回はペトロマックスの、お皿をいろいろちょっと買ってきました。これが普通にこれぐらいのサイズのお皿と、あとこういうタイプのお皿と、あとはアルミ製のマグカップがなんかこの前飲んだ時臭く感じてしまったので、ちょっと今回ホーロー製にすべていろいろ変えてみました。ちょっと保温性とかもあると一応書いてあったので気になってこっちにしてみました。で、まあ見た目的にもなんかペトロマックスってなんかストリートっぽいっていうか、一応なんかドイツ製なのでなんか響きもいいしいいかなと思って買っちゃいました。で、一応保温性どれぐらいちょっとあるのかなと思って、こっちのタイプのお皿とちょっと自分の持ってるチタン製のシュラカップがあったので、ちょっと保温のテストをしてみたので、見てみてください。どうぞ。はい、ちょうど今お湯が沸きました。これバルミューダのケトルなんですけど、口が細くなってるんで、ドリップのコーヒーもこれだとすぐ入れられるので便利です。じゃあこのお湯を、比較で使っていこうと思います。ちょっと家にあるのがユニフレームの、シェラカップと、あとペトロマックスのホーローのお皿なんですけど、ちょっと大きさ違うんですけど、比較としてどれぐらい温度差が出てくるのか見ていこうと思います。150ずつお湯を入れてみました。入れてすぐだからまだ結構高いと思う。一応沸騰してから入れたんですけど、今8.79。多分最初のお皿の熱の温度で吸収しちゃってるんですけど、こっちも84まで。はい、10分経ちました。測っていこうと思います。ちょうど今45、ちょっと外雨降ってるんで雨音が入ってるかもしれないです。47ですね。チタンのシェラーカップの方がだいぶ温度が高いですね。じゃあもう10分待ってみようと思います。はい、20分経ちました。測ってみたいと思います。じゃあ先にシェラーカップの方から。結構まだあったかいですね。4ですね。はい、じゃあペトロマックスのホーローの方、結構下がりますね。37.1 で止まりました。びっくりなんですけど、こっちのシェラカップの方が保温性能が明らかにすごい強いっていうか、明らかにすごいあるのでびっくりしました。で、一応まあこれね、保温性もそうですけど、まあこっちで見た目いいのでこっちでいろいろ飲み物とか飲みたいと思います。またなんかキャンプ、自分もキャンプ好きなので、なんかキャンプのなんかいいアイテムとかいろいろ紹介できればなと思ってます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではよろしくお願いします。ありがとうございます。またアップします。Take you up in boom, 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 boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream.
sweetheart.